県内でも少子化が浮き彫りになっています。県去年の県内の出生数は過去最小の六千四百七十二人で。六年連続の減少。若い世代の県外への転出が要因とみられています。今月三日の厚生労働省の発表によりますと。去年県内で生まれた赤ちゃんは六千四百七十二人で。前の年より二百四十六人減っています。 6年連続で減少していて、過去最小を記録しました。また、女性1人が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、過去最低だった前の年を0.02ポイント下回る1.30となり、3年連続で過去最低を更新しました。県の子ども子育て支援室では、少子化の要因について、晩婚化や未婚率の上昇に加え、 子どもを産む若い世代が、就職などで県外へ移り、減少していると分析しています。